ただきました。兄者、ここは我らが。ご心配なく。はっ。激闘の末に董卓を破った連合軍であったが、もはや五漢王朝は完全に権威を失っていた。中国全土は軍友が各地に割拠する戦国乱世と突入する。建安5年、軍友の中で二大勢力と目された袁紹と曹操が中原の覇権をかけて関東の地で激突。勝利を収めた曹操は飛躍的に勢力を拡大し、天下の主導権を握った。曹操は天下統一の覇業を達成するため、建安13年、自ら大軍を率いて南下、慶州に向けて進攻を開始した。数年間のさすらいの後、慶州に拠点を構えていた劉備はここに未曾有の危機を迎え、殺到する大軍勢からの絶望的な退却戦を余儀なくされたのである。Yeah!
頼むぞ、リクソンよ。そろそろですな。長藩にて劉備は辛くも孤高を逃れた。なおも追いすがる曹操軍に対し、劉備は孫権と結んでこれを撃退する。同時に慶州南部を奪還することにも成功したのであった。世に言う赤壁の戦いである。基盤として豊かな慶州を手に入れた劉備は建安19年、さらに蜀の地を得て半島を拡大、諸葛亮の天下三分の計の実現に向けて着実に進んでいた。しかし拡大する劉備を脅威に感じた呉は義と結んで慶州を攻撃し、これを奪取する。激怒した劉備は報復と慶州奪還を決意し、大軍をもって東進を開始したのであった。勝武元年、劉備軍が医療城に迫り、長江沿いに布陣してから1年が経っていた。長い退陣による疲労は深かった。呉の軍勢が闇に乗じて忍び寄るのに気づかぬほど。
Yeah!
Yeah!
Yeah!